船に乗りたいのか？ならば通行証を持ってこい。通行証ってこれのことですか？おお、驚いた。立派に本物じゃねえか。当たり前じゃないですか。王様からもらってきたんだから。へえ、あんたら見た目によらずすごいんだな。ところで、いつ出発するんですか？ああ、荷が積み終わり次第出発できるぜ。じゃあ、すぐですね。お？よくわかんねえな。まあ、待っててやるから、町の中でも見てきたらどうだい。出港まで時間があるみたいだし、そこのベンチで少し休みましょう。びっくりした。まったく、最近の子供は謝りもせずに行っちゃうんだな。あれ、どうしたんだい、レナ。あれ、財布がない。なんだって？きっとさっきの子供の仕業だ。わからない。どこかで落としたかもしれないし、探して確かめないと。どんな子だったかな。小柄な男の子で、髪は青かった気がする。とにかく街の中を探してみよう。やっと捕まえたぞ。何するんだよ、離せよ。その前に僕らから盗んだ財布を返してくれるかな。何のことだよ、知らないよ財布なんて。本当か？嘘はついていないだろうな、クロード。別にあなたが知らないならいいの。でも知っているなら教えてほしいんだ。私たちはね、お金がないと旅が続けられないの。どこかでお財布が落ちているのを見なかったかな。え、たったのあれっぽっちで旅してんの？やっぱりお前。ダメよクロード、そんなに怖い顔しちゃ。怒らないから教えて。お金を盗んでどうするつもりだったの？欲しいものでも何かあった？欲しいものがあれば何でも買ってもらえるよ。じゃあどうして？
みんなをびっくりさせてやろうと思ったんだ。え？僕は何もできない金持ちの子供なんかじゃない、何だってできる海の男なんだって分かってほしかったんだ。それで僕らから財布を取ったのかい？みんなが僕のことをお高く泊まった金持ちの息子って遊んでくれないから。まいったね。そういうことだったの。とりあえず財布は返してもらおうかな。はい、ごめんなさい。さてどうしようか。そうだ、このことは許してやるから、代わりに船が出るまでの間僕たちにクリクの町を案内してくれないかな。え？知らない町はその町をよく知っている人に案内してもらうのが一番だろ。そうね、クロード。僕がお兄ちゃんたちを案内するの？頼めないかな。ああ、やらせてよ、やってみたい。私はレナって言うんだけど、君の名前は？ケティルって言うんだ。僕はクロードだ。よろしくな、ケティル。じゃあケティル、町を案内してくれるかな？揺れた？分からなかったけど。そうだお姉ちゃん。なあにケティル。ここは噴水広場って言うんだよ、知っていた？それじゃちょっと聞いてよ。噴水広場はみんなの広場で、レストラン、洋服屋さん、いろいろなお店があるんだよ。へえ、そうなの。ケティルが友達と遊んでいる広場なんだね。え、それより案内したんだからどこかに連れてってよ。
ケル。ねえ君たち、ケティルと一緒に遊んでくれないかな。ケティルと？お金持ちのうちの子とは遊びたくないな。そんなの理由になってないじゃないか。だってうちの母ちゃんが言ってたぜ、金持ちの家の子と遊ぶんじゃないって。そう、うちのママも言ってたよ。そんなの遊んでいる時に関係あるの？ケティルはずっとみんなと遊びたいと思っていたんだ。その気持ちの方が大切じゃないかな。ケティル、本当に僕たちと遊びたいの？うん。じゃあ遊びましょうよ。本当は私、一緒に遊んでみたかったんだもん。僕もケティルがどんなやつか気になってたんだ。よし、決まり。ケティル、遊んでこい。でも、お兄ちゃんたち。いいのよ、私たちは船に乗らなきゃいけないし。ありがとう。ケティル、こっちこっち。わーいわーい。やっぱり子供はみんなで遊んでるのが一番だもんな。クロードって優しいのね。そうでもないよ。それより僕たちの方はどうなったのかな。行ってみましょうか。お、あんたらか。もうすぐ出発できそうだぜ。本当ですか？ああ、待たせてすまなかったな。しかし最後に荷物を一つ入れたいんで、あんたらも最終的な荷物のチェックと買い出しをしてくるといいだろう。わかりました。揺れた？また？誰か！助けて！高いところへ行かなくちゃ。じいさん、じいさんや！はるですね。ああ、奇跡もいいところだぜ。だが他の乗組員は全滅だ。あそこでうろうろしてるあいつを除いてな。私も驚きましたよ。奇妙な風と地面の鳴動を感じたものですから。あの、これからどうするつもりですか？船がなくなっちまったからな、何もできねえよ。あんたらに関して言わせてもらえるのならば、エル大陸に渡る手はないでもないがな。本当ですか？とりあえずクロス王の通行証をお返ししとこう。
あんたらはそのクロス王の通行証を持ってラクール大陸を目指せ。そしてラクール王の許可を取ればエル大陸行きの船も出してもらえるだろう。ラクール大陸、ちょっと遠回りだが焦らずに行ってもらいたい。ラクール大陸に渡るにはクロス大陸の東の端にあるハーリーという港町に行けばいい。ハーリーですね。だがハーリーに行くまでにマーズという村がある。クリクではもう休めないからマーズでもう一度旅支度を整えるのがよかろう。マーズですか。しかしこんなことになってもまだエルに行こうってのかい。物好きだね、あんたらも。なんてこった。私は一人は見つかった。でも後の一人は分かんない。そう、お母さんは無事？奥様は地震が来る前にクリクを出ているのでおそらくご無事かと思われますが。ならよかったわ。お姉ちゃん。何？お姉ちゃんも助かってよかった。ありがとね。